なぎです。次は青木も2丁目南考察いきます。うるさい音この街を出て行く今は何を残して行けばいい。あの子と二人でいるはずだった。映画の切符もいらなくなった。荻窪二丁目裏通り、今頃あの子は新聞受けに今日の夕顔投げ込む音を僕の帰りと間違えている。この街を出て行く今は何を忘れて行けばいい。あの子の涙もちぎれて消えた。思い出くるくる丸めて捨てた。荻窪二丁目裏通り、どこかの窓から幸せそうな枯れら椅子の匂いがいつか僕の心を急がせている。荻窪二丁目裏通り、どこかの窓から幸せそうな枯れら椅子の匂いがいつか僕の心を急がせている。荻窪二丁目考察でした。マジ青春時代。ありがとう。またね。